はい、えー。それではですね、始めていければと思います。えー、今日のテーマはですね、予実管理の、えー、PDCA ですね、について解説したいと思います。で、えっ、ー、と、この、えー、と動画の、えーまあ、視聴者というか、あ想定している方は、えっ、ー、と、まあ、なんでこの予実管理の PDCA を解説するかっていうと、あのまあ、シンプルに他者事例を教えてほしいっていうご要望が多いので、えー、ちょっとそれを、あの、 こういった動画を撮る背景になりました。で、えっ、ー、と、なぜ他社事例を、えー、紹介してほしいかっていうとあの、まあ、経営企画とかですね、えー、まあ、予実管理に関わっている経営企画ですね、財務系の方あ、まあ、一番はまあ、経営企画だと思うんですけど、えー、情報システム部の方が、えー、まあ,あの、IT とかですね、えー、に強い背景があって、えー、経営企画に異動になるとか、 ほ他の部署にで例えばですけど営業企画したんだけども経営企画に行くとかいう方あ方からすると、まあ、今までとその業務というか部署が移動して変わったりというかもともとその景気畑でずっといろんな会社を回ってる方と違って、まあ、やっぱりその他の会社様との接点とか景気同士のネットワークとかも世の中にあまりないですし、えー まあ、あと例えばですけど、同じ業界の中で、例えばですけど、その競合他社と、まあ、知り合いかっていうと、そうではないケースのほとんどだと思うんですね。あのなので、えーと、何を言っていかというと、あのなんで、景、え、気、ー、の方たちが他社事例ですね、あの他でどうやってるか教えてほしいかっていうと、まあ、そういったあの背景があって、なかなかその他社の情報を聞く機会っていうのはないというか、ですし、まあ、予実管理とか管理会計って、その他の会社に聞くものでもないっていう業務特性もあって、われわれのようなですね、 の IT の仕組み化する企業にあの結構よくあのご相談いただくのが、えー、こういったテーマというか、あったりするので、えーまあ、他社事例も踏まえてですね解説できればと思います。はいでえー、と早速ですね、結論、えー、と予実管理における PDCA ってじゃあ具体的に何かというところで言うと、うんえー、ちょっと拡大してみましたね。えー、とこれが、えー、と一般的な予実管理における PDCA かなと思います。 でえっ、ー、とじゃあ P ですね。その,の PDCA ってなんだっていうと、えっ、ー、とプランとドゥとチェックとアクションですね。えー、これのまあ頭文字を取って PDCA という形になってます。よいしょ。PDCA ですね。で、えっ、ー、とじゃあプランっていうのはなんだっていうと、えっ、ー、と予実管理におけるプランっていうのはですね、えー、よいしょ。よいしょ。 えとまあ、左側からですねプランっていうのが、まあ、予算編成です、ね、を例えば例にすると、えー、例えば、えー、とマーケットのサイズとかですね、えー、伸びているとか、ですね今どれぐらい市場規模があるとか、であとその中で、えー、と自社が占める割合のシェアとか、ですねあるいは、えー、と実際予算編成として立てる時の、えー、人員数とかですねをもとにあの社内のメンバーですね。 えどれぐらい行けそうなのかって、来期の計画を立てるときのプランあですね、こういったのものに、えーとまあ、一例ですけど、えー、計画されるという感じになります。で、えっ、ー、と、えー、で、じゃあ、そのプラン A、B、C ってあるんですけど、えー、比較とか承認とかあるんですけど、まあ、例えばで言うと、えー、と強気予算とかですね、弱気予算とか、で、まあ、必達予算とか。 いくつかですね、シナリオを持って計画される企業さんもいらっしゃるので、じゃ例えば A だったら、えー、OK なのかとかですね、それぞれを比較してみようとかですね、去年と比較してみるとかという形で計画を立てるという形で、でそこから最終的に、えー、来期の予算としてこれぐらい、これだけいくというふうに決めたプラン ABC の中の B でもいいですし、C でもいいものを、まあ、シナリオっていう形で年間の計画として立てるという感じです。 これが P ですね、プラン、予実管理におけるプランです。で、えー、とじゃあ、ド、え、ゥ、ー、の方に次いきますと、実際に気象計画、例えば、えー、と日本の企業でいうと、3月決算の会社が多いので、4月からスタートして、えー、予算を立てて、で4月の実績が、えー、収まりますというと、5月のってですね。で、じゃあ予算と実績で付き合わせてみて、例えば、えー、予算と実績で額が違った場合に、例えば価格が違ったのかとか。 ああ数量が違ったのかとかですね。まあ、ちょっと例えばですけど、えっ、ー、と、で、予算と実績の差異は何だっていうふうに確認するというところで、予実差異を報告いたします。でそこから、えっ、ー、と、じゃあ、分析、チェックですね、に移ると、えー、例えばですけど、原因分析として、えー、KPI が、えー、何だとかですね、えー、それから各部門にヒアリングしたりとか、ところで、まあ、シェアとかで、こっちのあの、当初に立てた、 えと市場とかですね、をもとに何、何が PDCA において、PDCA、えー、まあ、PD ごめんなさい、予実際ですね、えー、が原因だったのかっていうのを確認してで、そこでマネージャーレポートっていうのを作って、でそこからですね、打ち手立案ということで、えー、経営資源確認して、経営資源っていうのは人、金、物とかですね、えー、あとは課題設定ですね、えー、じゃどうやって達成するのかとか、で、実施のシミュレーションとかいうのをアクションに起こすと。 いう感じです、す、えー、矢印の流れとしまして、ここからですね打ち手を考えたうちに、また、えー、プラン A、B、C っていうふうに、まあ、例えば企業様に言っては戻ったりとかですね、えー、いうので、えーまあ、あのなんていうんでしょう、現場というか、あのイメージの用語で分かりやすいので言うと、着地とかですね、出立つとか。あの 何言いたいかというとその基地中の中でもあの、まあ、ちっちゃい、えー、シナリオっていうかいくつかの。 えー、数字予測みたたいなのがあったりすすると思うんですよね、えー、そこで戻って、また、えー、じゃあ今度はですね、えー、6月とかですね、終わってみて、えー、じゃあ,あの、ファーストクォーターというか、第1四半期が閉まって、えー、じゃあ、まあ、主象予算を変更する必要があるのかとかですね、まあ、一番多いのは多分、下期修正予算とかですね、半年経ってみてどうだとかですね、えー、いったところでまたこの PDC がこうぐるぐる回っているような形かなと思います。 で、えっ、ー、と、まあ P、予算管理の、えー、PDCA とはっていう形で、それぞれの P は何か、D は何かあ、チェックは何か、アクションは何かっていうのを解説したんですけども、あの一方でですね、ちょっとあの、まあ、この PDCA っていうのは、そもそもフレームワークとして、まあ、ビジネスサイクルというか、あまあ、流れがあフレームワークなんですけど、あのまあ、予実管理においてですね、この外部にですね、IR というか、 あの決算説明資料とかにあの報告したりするっていうのもあるので、最終的なアクションですねえの後に <laughs> えまあまに、じゃあ、それをですねえまあ決算発表として出すとか、いったのが流れかなと思います。あので、ここで外出ししているのは、通常のサイクル以外にですねえ外部に公表するっていうのがあったりするっていう流れですね。まあ、これが、4日間においての PDCA かなと思います。まあ、全体の流れですね。 じゃあ、えーとまあ、先ほど冒頭、の他社事例を教えてほしい、まああの、例えばですけど、景気に移動したばかりの方が、えーまあ、こういったフレームワークというか、予定管かの PDC を持って、じゃあ、えー、とどうやってこの PDC を回すんですかというところなんですけども、あの一つはですね、基礎計画です、ねえー、に立てた来期の予算に基づいて、毎月の進捗を追っていくっていうのが、あ具体的な流れというか、やり方かなと思いますでであ、まあ。あの あの弊社のいろいろな企業様の予定づかりの仕組みとやってますけど、まあ、あの企業様によっては予算編成の時にはですねこういったそのマーケットサイズとかシェアとかですねいる人数とかあ去年の販売個数とかに基づいて計画立てるんですけどもあの実績として予算と対比する時に、まあ、例えばですけどその。 客数とかですね、い、えー、ったのって、基中になかなかその部門が多かったりすると、それぞれのビジネスをで取れないっていうのがこう物理的にあったりするんですよね。なので、予算編成の時のロジックと、毎月の、えー、PDCF 回す際の、予実対比する時のものっていうのが若干こう簡素化している企業とかもいたりするんですね。もう物理的に難しいというか、というのもあったり、まあ、あのもちろんその予算編成の時に立てた内容を追うっていう企業様もいらっしゃるので、 なので、えーと、どうやってやるかっていうお話で言うと、まあ,あ、基礎に立てた計画値から、まあ、最低限取れるものですね、えー、いうのを実績として見るあの、定期的に観測していくためにはですね、えー、とあの定期的に取れることを確認して、えー、追っていかれるの方がいいのかなと思います。はい。というところですね。 えー、じゃあ定期的に追っていくものっていうのが、じゃあ具体的に何だよっていうところが最後お、今日の動画の解説の最後ですけど、えーまあ、この KPI って書いてますけど、ちょっと詳しくは別の動画で KPI、KPI でまた解説しようと思うんですけども、あの売上げに例えばを追っていくために必要なものですね、えー、が情報としてやっぱり定期的に観測したいのであれば、えー、例えばですけど、なんか商談数なのか、 え、売上げ、この数が増えると売上げに必ず連動するっていう。まあ、例えば店舗持っていらっしゃる方であれば、来店客数とかですね。あの、企業様によって KPI って違うので、えー、今日の動画でですね、それを網羅して解説することはちょっと物理的に難しいんですけども、あの、何を言いたいかっていうと、実績データとしてですね、会計と、お 会計データの中に来店客数なんてないので、えー、なのでそのデータを取れるっていうことを確認しないと、まあ、販売個数も取ったりとかですね、えーまあ、販売データも取るとかいうふうにやっていこうとすると、なかなか物理的に難しくなってくるので、まあ、最低限でも売上に紐づく、これだけの指標は合うっていうものを、えー、と最低限決めないとですね、いろんなデータを基準に取ってこいとすると、 あの先ほどの結果のように予算編成の時のロジックと実績が違っちゃうみたいなことになってきて、結局その数字取れないとなると、景気側がですねあのアナログで集計する作業増えたりするので、ああお勧すすめとしましては、これからじゃあ具体的に、PD、4日間の PDCA を運用していくんだといった場合は、ちゃんとそのデータを定期的に取れるものというのを決めたりとか、検討してやっていくことがお勧すすめかなというふうに思ったりいたしますと。 いうところです。はい、えー、では、えー、予実管理の PDCA についてですね、解説させていただきました。ありがとうございました。